がゲーム実況はスーパーバニーメン。ウサギの着ぐるみを着たおじさんが黒を犯して生き別れの娘を探すためにウサギのふりをして地面を這いつくばるこのゲームですが、ちょっと待って、主人公がウサギってこと以外何一つ合ってないよ。はい、じゃあ早速始めていきましょう。無視。てかそもそもなんで一人二役でゲーム実況なんかしてんの。さっきからうるさいんだけど、今ゲーム実況撮影してるから黙っててくれる。私たちが同棲してんのバレちゃうでしょ。あ、ごめんごめん、じゃあ黙って見とくわ。それならいいけど、マジで静かにしてたよね。うわー、難しい。え、なんで。こちらのゲームはですね、ある日突然下半身がツボになってしまった男がダイアゴン横丁で買った魔法の杖で未来から来た4次元ポケット持ちのタヌキと TikTok で人気スターになるっていう。さらっとゲーム変えるじゃん。だって今日のお天気占いってツボとかやると運命の人に出会えるって書いてあったんだもん。それは仕方なくないね。てかなんで同棲してんのに運命の人に出会おうとしてんの。浮気する気満々じゃん。てかなんでまだ生きてんの。この前東京湾に沈めたはずじゃん。てかゲーム実況しなきゃじゃん。いや今さら。ちょっと巻き戻すわね。いやー、それにしてもこのウサギの中の人身体能力がすごいよね。めっちゃメタなとこ突っ込むじゃん。きっとギャラとかもすごいんだろうな。てかいきなりウサギの挙動すごいな。もしかしてクールに不安があるのか。うわ、大丈夫か。いや、あまりに息合いすぎてこれ台本ってバレちゃうよ。ねえ、何、中の人変わった。なんでわかんの。え、何これ、死に変わり性怖っ。私実は前のバニメンの中の人とコンタクト取ってて、死ぬ間際に手紙もらったから読むね。この手紙が読まれる頃にはキャラ濃すぎ。もう俺はこの世にいないだろう。最後にこの手紙を書いたのは次のバニメンの中の人を救うためだ。君の操作でどうにか生き延びさせてくれ。てか手紙読んでる最中に次の中の人亡くなっちゃったよ。大丈夫大丈夫、このゲームさ、足でプレイしてても余裕なんだ。またゲーム変えたよこいつ。たくなんなんだよこんなゲーム実況。いや